とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は縛りプレイやっていきたいと思います。今シーズン結構簡単なので、強めの縛りをつけてもいいのではないでしょうか。今回はですね、エンチャント禁止プラス商人禁止でいきます。商人を使わずに、エンチャントもしないということですね。まあ、装備は取ってもいいし、アーティファクトも、取ってもいい。でもエンチャントはしちゃダメだし、商人でパワーを上げることも禁止されております。どうでしょうか。うん、そこそこきつい縛りだとは思うんだけども、まあ、それでも今回はいける気はするよ。うん、それでもね。 OK、 元が楽勝なんでいけるとは思います。あ、でもエンチャントないの結構きついか。うん、エンチャントなしだと、そうね、アーティファクトがそう連続して使えなくなるので、ちょっときつくはなるね。 OK、まあ、まだ序盤なんでね、余裕です。いらない。あ、でもあれだね、エンチャントランを見なくていいし、商人も素通りしていけるので時間は早いと。うん、エンチャント選ばなくていいし、装備もね、商人で選ぶこともないので、ここの時間は短縮できる。けど結構きついか。どうでしょうね。アーティファクトは取っていい。でもエンチャントしちゃダメ。はい、結構ね、いい装備が揃ってるので今回問題はないはず。しゃ、いいね。よし、おいおいおい、投げる前に倒したと思ったんだけど、倒しそびれてた。んで、パワーシェイカー、パワーシェイカーがあればね、なんとかなると思うのよね今回。パワーシェイカーゲーです。オッケー、いいんじゃないですか。オッケー、もう一匹出てこい。あ、いや、多い。はい、逃げやがって。お、あー、もう雲が欲しいな。よし、終わりかな。まだ全然余裕です。うん、いや、両刃音でいこう。いや、待て待て待て、元の性能だったらボーンクラブは上か。 OK、 ボーンクラブでいくか。どうしよう、どれでいくかちょっと悩ましいところ。終わり。ボーンクラブだ。うん、こっちで行きましょう。で、このパワー80のままでは絶対無理なので、途中で上げ変えるか。何があったっけ、めぼしい装備あなかった気がするな。でも商人使えないんでね。
方ない。何が、まあまあ最後の最後にハイランドアックスとかなかった今回。なんかユニークの装備があった気はするんですけども、気のせいではないはず。あ、ここか、ハイランドアックスここか。で商人は素通りです。ハイランドあそこにあったか。じゃあ最後の最後はなんだ。あれか、狂犬があったか。あ、狂犬あったわ。 OK よし、お前うっとうしいな。終わり、回終了。いや、このまんま。あ、ちょっと待って、防具がそろそろやべえな。うん、ちょっと防具取っとかんとこれやばいかもね。ちょっと防具が必要かも。よし、オッケー。ちょっと待てよ、爆発して仕留める。で10回おしまい。まだまだいけるけどね。でもなんか防具そろそろ変えとかんとやばい気がするな。な、あったこの先防具。まあ、あったことにしよう。あ、おー、ちょっと待って、俺バジネスト取るの忘れてない？バジネスト今あったよね。いいか、なんとかなる。うん、こんなちょっとしたミスは挽回できるはず。よし、行きまーす。ちょっとクールダウン欲しいのでバトルローブにするっていうのもいいかもしれないね。うん、バトルローブありかも。よし、終わり。あ、これでバトルローブで、そろそろボスでしょ。ボスもまあ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 一応 HP はそこそこあるんで大丈夫でしょう。ああ、反逆者よりもこっちのは火力はあるね。 OK、 あ、終わりか。おお、あと1回出るかと思ったら終わりでした。あー、いやー、うーん、こっちかな。うん、こっちだな。いけるか、一気にはちょっといけない。あー、ちょっとバジネスト取り損ねたのちょっと痛いな。おい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 、ちょっと痛いぞ痛いぞ。 OK OK OK、 危ね危ね危ね。これ落とせない。おーしゃおしゃ、まあ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 いいでしょ。落とせはしなかったけど、よしとしましょう。いらんで、商人素通り。商人でパワー上げができないって結構きついかもね。でもまあ最適な装備を取ってさえいければクリアはできるはず。 OK、 弓なんか変えたいな。途中ハープーンがあったし、
よし、いいんじゃない、当たんねえな。よし、あっちは OK。 よし、終わり。トイレに持っていけ。うん、でダブルパワーシェイカーだ。ダブル、だいぶいいはず。そうでもない、そうでもないか。意外とこのダブルは面白いかなと思うんだけど。よし、ナイス、いい感じに抜けた。待て、よし、待て待て、危ない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 。よっしゃ、待て待て待てよ。 OK、 終わりだ。かな、90あれば、うん、90あれば耐久力は多分大丈夫なはず。でここも結構敵は湧くんだけども、こうしっかり湧く場所に陣取ってさえいれば多分大丈夫。 OK、 よし、うん、まだ場所取りとかそういうのは考えずにいけるね。終わり。よし、もうちょい、もうちょいです。いいんじゃないの。18回、ここ、あ、ここ意外と敵多いか。うん、意外とここ敵多いな。やべえ、あぶねえ、危な、あ、ちょっと待って、前のパワーシェイカーのパワーが全然ない。おーし、いけた。そのままいきます。さあ、パワーシーカーを使っていけば、あー、ちょっと待って、これさ、ドラモっていった方が良くなかった。うん、これドラの方が絶対良かったぞ。やべえやべえやべえ、しゃ、これ絶対ドラの方が良かったな。これミスった、これ完全にミスったわ。あぶね、終わり。いや、ドラ持ってきてないのちょっと痛いな。ちょっと俺ボーンクラブ使うことだけを考えてた。完全にミスった。キョム、うん、火力はあるからね、これね、使いにくいけど。 OK、 いったね、なんとかなる。でもちょっと防具を変えんとな、防具変えないとちょっと耐久力が足りないかも。 OK、 いい感じいい感じいい感じよ。終わりか。武器はこれしかないか。だねー。
っと待って、ホルンにしよう。そうすると大釜戦いやすいかもしんない。うん、いや絶対戦いやすいよ、間違いないでしょ。 OK、 いいんじゃない、ホルンいいよ。待って、ちょっとあいつ撃ってほしいな。あ、でも終わりだ。21回クリアで、ラスト何がある、最後の報酬。あー、なるほどね、いらねえか。あ、ヌストだ。ヌスト行きましょう。そうね、ホルンでなんとかなるんじゃない。ああ、 OKOKOK、 うん、いい火力だよ、いい火力だ。こんぐらいあれば敵が回復する間もなく減らすことができるね。オッケーオッケー。危ない危ない。ちょっと待って、早くパワーシェイカーを。早くパワーシェイカーを。オッケー。危な。ちょっとギリギリだったけども。うん。最初ドラをね、取るの忘れてたけども、ドラ取れば楽勝かな。うん。ドラパワーシェイカー、パワーシェイカーだったら多分楽勝だったと思います。はい、では報酬見てみます。よくないな、今シーズン本当にね、いいのが出ない。はい、ということで、今日は縛りプレイ商人と、エンチャント禁止でやってみました。まあまあ全然いける感じでしたね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。